シャツ田中です。今回は皆さんスキン情報をねお伝えしていきたいかなと思います。皆さん再販スキンをご存知でしょうか？今までねレッドナイト、パワーコード、スカルトルーパーなどが再販スキンとして登場しました。これには実はねある時期がね重なってるんですよ。ただただ販売されてたわけではないのです。レッドナイトは8月8日、パワーコードは9月9日、スカルトルーパーは10月10日。そうお気づきの方もいらっしゃいますよね。月と同じ日にちに発売されてるんですよ。ということは今回のね今日の11月11日、まあ巷では皆さんねトッポの日って呼ばれてますけれども、そのトッポの日ですがアメリカでは時差があるのでこちらの方ね明日の方になってしまうんですけれども、8時間ねアメリカの時差っていうのは16時間ありまして、まあ大体8時間ぐらい先にこっちが来てるっていうそんなね感じなんですけれども、11月12日、明日にもしかしたら再販スキンの方がね来るかもしれないということですね。今再販されてないスキンはクッキーマンことメリーマローダーっていうねボクシングさんのねスキンとなってるこのクッキーマンですね。それとかその女バージョンジンジャーガンナーとかね、これ使ってる人あんまりね見かけないですよね。で、次にねくるみ割り人形のクラックショット、まあこれもね持ってる人少ないね。なんか最初出た時は頭1個分ね飛び出してるからこれ隠れられないじゃんって、ブッシュの中にね隠れても飛び出すじゃんってね思ってたんだけど、まあそれとかあとコードネームエルフとか、もうこれはもうスパガさんですよね。もうスパガさんがねやめてくださいってこの前ね言ってたんで本当にやめてくださいって言ってたんで、それだいぶ悲しみますね。それとかあとは、レッドノーズレイダー、ユーフレイドレンジャー、ノグオプスとかね、初期スキンのクリスマスバージョンがね残っているんですけども、もしかするとこの中でねいくつか再販される可能性があるわけですよ。いやまあね多分時期的に、まあ、クリスマスになったらノグ系初期スキン系たちはね来るかもしれないって思うんですけれども、まああとはねやっぱりこう有名なね実況者さん2人のアカウントといいますか、そのもう象徴するスキンが残ってるのでこれはどちらかが来るんじゃないかなって思ったりはするんですけどね。いやーでももう11月ですから12月に先駆けてフォートナイトがね再販してもおかしくないんですけれども、12月もまだ再販の月12日が残っているので、まあクリスマス関係は出てくるんじゃないかななんてね思ったりするんですよ。いやーなかなかねこの初期スキンたちっていうのは今持ってるシーズン2っていうそのねかなり古い形のね時期になるので、まあその頃からやっているプレイヤーとかはね海外のアカウントを使ってフォートナイトをインストールして、それプラスまあそのね海外のドルですよね、そちらの方で課金してっていう形でねだいぶ苦労したと思われます。そこからまた日本のなんかアカウントに移行とかいうのもね、昔エピックのね日本のエピックさんがめちゃくちゃ頑張ってくれて日本のアカウントでもねできるようにしてくれたっていうそういうことがあったんですけれども、そういう風ないろいろ乗り越えて引き継がれていったこちらのスキンたちがもしかしたら再販されるというわけですよね。いやー皆さんはねこちらのスキン、どのスキンが再販してほしいですか？一応外でなんかな敵がこう登られてきても困るしな、やっぱ室内にいる敵って難しいよね。そうルートレイク気づいたらリーキになってんのよ。さあ私のこの櫓多分突破できんだろ君じゃ。あれか収縮スピードはそんな速くないからあれだな。
うわー飛べー。なんかガクガクしすぎじゃない？サーバーさん死んだもん。あの人かわいそう死んだもんサーバーガクつきすぎて死んでて草生えるわ。マジかわいそう。本当にかわいそうだわあれ。本当にね、ご冥福お祈り。マジご冥福お祈り。そうな、どこなのって君たちは。なんか自分のこの安全なポジを捨てたくないという欲が半端ない。さすがにここいないよね。まだやってんだもんなこっちは。まあいいやまあいいやまあいいや、それはそれで。ビーフボスが登ってくるんだが、やめていただきたい。うわやめてやめてやめて。あ、僕まだ生きてる。はっはっはっは。その大砲で私と勝負するかね。やべえ、なんかやらしい音が聞こえてくる。ひぃひぃひぃ。でも私ここに住居が、あ、やばい、もう建築ができねえ。あ、やばいやばいやばい。回復結構持ってんのに、回復結構持ってんのに、これまずいぞ。くー、待って、多分ビーフのボスもまだいるん、お前じゃん。ビーフのボスいった。どうするんよこれ。待ってね待ってね。危な、この人やべえ。編集に来た、怖っ。あ、待っ、このさ、どうするよ。でもね、え、待って、あそこか、やばい。気づくなよ。もう一本、これはね、だいぶ。この人は何を考えてるんだ。待って待って、もう弾がないんだ俺実は。勝った、よし。うわ、危ない。あー、びっくりしたばい、本当にマジで。うー、危ねーこんばんは、イエーイ、ジージー。あー、危ね危ね、本当に最後の最後、体力バトルだった、まさかの。イエーイ、ジージー。包帯星見之助やな。そう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 。なんなんそれ。多分いける、多分激ロッキー。オッケー、ナイス、よっしゃー、おっしゃ、取ったぞ。
ぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はあのショットガンを見つけてください。オッケー、来たー、よっしゃー。